ばんは。はい、今日は告知しました告知をしてみました。へえ、なんか番組視聴で星がもらえました。今日なんでだろう。さっきゆうかちゃんとレノンが配信してたから、星を投げたら星がなくなってしまったので嬉しいです。初めて来ました、ありがとうございます。告知あった方がいいね。そうですよね、告知やった方がいいって分かってるんですけど、なんかちょっと告知忘れちゃうんですよね。あ、レノンの絵見ました。あれですよね。え、そう、ゆうかぴよんが、はい、私のことを真面目って言ってくれてて、え、この前の配信でなんか私のことをなんか真面目じゃないよ、何言ってんのみたいなことコメントしてた人見ましたって思いました。ゆうかぴよんってかわいい。ゆうかぴょん、あー、はーい、あー、名前じゃない、ありがとうございます。ギフト、あ、直筆はありがとうございます。私は真面目です。何今の、何した。ゆうかちゃんかわいい。あ、鏡を落としました。こんばんは。そうなの、え、私は真面目なんです。なんか、え、真面目じゃないよみたいなコメントがあったんですが、私は真面目なんです。私が真面目です。拾わなくて大丈夫？大丈夫です大丈夫です。わあ、課題頑張ってください。スタンドは、わかんないです、わかんないです。いつ落ちてもいいように支えてるので、なんか肩がキモいんですけど、大丈夫だと思います。8時間バイト、でもバイトって楽しくないですか。私バイト大好きでした。扇風機とエアコン、そう、扇風機が怖くて、ちょっと扇風機だけつけていいですか。扇風機はなんか治った気がするんですよ。エアコンはまだ治らなくて。バイト大好き、もうなんか大好きなんですよね。あ、風が吹いて、あ、飲食店をしてました。バイト、まかないが好きです。あ、本当にまかないが好きで、風が吹いているんですが、飲食店、音がうるさいんですけどごめんなさい。飲食店です。物落ちてる、物はいろいろ落ちてます。飲食店大好き、飲食店大好きっていうか、飲食店しか働いたことがないだけなんですけど、いや、ホールじゃなくて接客です。あ、でもなんか簡単なものなら盛り付けとかはしてましたね。モデル撮影何のバイト？え、いや、私飲食店しかしたことないんですよ、ごめんなさい。でもやっぱなんかまたいつかやるなら飲食店がいいですね。うん、まかない大好きです。今日は雑談配信、今日は特に何も決めてないです。なんか本当に髪の毛のゴム、本当だ、2つある、なんで2つあるんだろう。お皿割ったことないんですよ私、すごくないですか。やっぱね。あ、ファーストフードじゃないですね、個人経営のお店だったので。あ、ビールジョッキたくさん持てますね。ジョッキ、うん、持てます。
私もうずらの卵割るの苦手で、なんか絶対殻入っちゃってました。いや本当に、あ、私は私って呼びます。中華じゃないですね、中華じゃないです。あ、ありがとうございます、ギフト。え、定食、定食でもないです。重いもの持ってますよ私。あの筋肉あるんですよ、筋肉。あの今日は携帯こけないようにあのスタンバってます、手を。前髪が伸びてる。いや、ファンの人になんて呼ばれたい。なんでもいいです、なんか変なやつじゃなきゃ。リングライト治んないです。筋肉見せて、見せません。今日は逆立ちしません。リングライトさん頑張って。そうなんです、私筋肉あるんですよ。前髪セット、え、私あのメンバーに、え、本当にちゃんとやんなって言われるぐらいあの適当なんです。なんでもっていうか、なんかあれが前髪とか帽子だって呼んでみた。え、全然大丈夫です。チャック上まで開けるタイプです、真面目なので。そう、扇風機かけてます、真面目なのでね。適当なんですよね、なんか何でも。あ、全然みちゅでも何でも大丈夫です。え、私も今髪の毛切りたいんですよ。真面目かつ適当です。え、そう、合宿の時なんかなぜか私なんだったかな、なんかロゴ、キャラクターとかロゴがダメみたいなことを言われてしまって、私ロゴ入ってるものチャンピオンとかしか持ってなくて、なんかああいうカラフルなこと、なんかカラフルな T シャツしかなくて、なんかもう本当にマジでなんでそんな服着てんのって感じです。本当に私服は、私服っていうか普段のレッスン着はあの葵ちゃんだって、葵にあのスタッフさんって間違われるくらいその真っ黒なんですね、全身だ。だからそのはい、なんか黒、普段は真っ黒なんですけど、なぜか合宿だけねあんなカラフルでした。はい、ダサかったですね、服真っ黒になっちゃいますよね。まあ本当に服本当になんかもうなんか、着れれば何でもいいから、その無地の黒とかしか着ないですね。今日はグレーですけど、こだわり全くないです。ファッションになんかもう着れれば、入れば何でもいいみたいな。ね、ツインテールなんかもう一生やらないです。なんでツインテールにしたんだろう。なんか確かまいちゃんになんかツインテールにしなよみたいな感じで、じゃあツインテールにしようみたいな感じになって、ツインテールになったんですよね。え、そう、全身ユニクロさん、そう、ユニクロさん、ガチさんみたいな、もうなんかね適当。これは違います、これはなんかどっかで買います。なんかももかとお昼寝じゃなくて、何お出かけした時に買いました。え、またゆうかちゃんが私の話をしてくださってるんですか、嬉しい。あ、今日お団子でしたよ、ちょっと前までお揃いじゃないです。
ツインって気が向いたらするんじゃないですかね。知らんです。相思相愛。相思相愛。お団子。そう、なんかお団子でもいいなって思ったんですけど、なんかハゲそうだったので、あのアイロンかけました。あ、オーディション髪短かったんですけど、オーディションするちょっと前まであのショートでした。なんかハゲそうだったからそうね、三つ編み可愛かったですね。この後もんか、なんかもともとそのポニーテールばっかしてたのでハゲてるんですよね。ハゲてるんですと思います。多分どっかしらハゲちゃいそう。ショート、なんか急にショートにしたくなるんですよね。あの夜寝てる時とか、急に寝てる時、寝る前とか切りたい。でも切ったらなんか伸ばしたくなるし、伸ばすと切りたくなるし、もうなんかどうすればいいのみたいな。髪染める予定ないです。真っ黒でいいかな。もうどうすればいいの。はい。そう、髪巻くとなんかね似合わないんですよね、動画なので。黒でいこう。黒髪大切にします。まあ多分ニアジョイはみんなタグ付けできないと思います。でウルフカットとかしてみたいですね。レノンといつもなんかウルフにしたいねって話してます。ウルフにしたいねって言ってます。どうなんだろう、どうなんでしょうね。ヤッホーヤッホー、わー、かい、ありがとうございます。可能性は無限って本当に。うわ、なんだっけ、なんかキャンメイクの新しい CM、 可能性は無限大みたいなやつだったのかな、わかんない。あの私この前からキャンメイクの新しい CM がずっと気になってるんですけど、あのなんか誰か教えてください。どんなあれでしたっけ、フレーズでしたっけ。誰か教えてください。もう昨日から気になって自分で調べるって感じなんですけど。ハートありがとうございます。かわいい。なんか壇上って言うんですか、なんかこの下にいるハバターがかわいい。あ、かわいいに出会えるか、可能性は無限大じゃないんですよね。あ、イルカですか。あ、ありがとうございます。一平さん、ありがとうございます。私にコスメとか聞かない方がいいです。本当になんかもうあの違うメンバーにお化粧のことは聞いてください。あの本当に何も参考にしない方がいいです。私のことは。かわいい、本当に。ハイラインなんか適当に買ったやつ。なんかキャンメイクさんのあの可愛いに出会えるキャンメイク東京さんの、なんかここにあるんですよね。なかったです。なんかあれ、なんかオレンジ、オレンジ、あ、なんかどっか行っちゃいました。
あれなかったですなんだろう、メイク配信多分しないですないの、ないね、メイク。本当に何も何も参考にしない方がいいと。ポケットに入ってるのかな。入ってないです。聞いてみました。いつかまたご縁があれば聞いてくださいはい。え、私は真面目です。抜けてないです、抜けてないです。メイクか逆立ち、メイクか逆立ちだったら逆立ちするかも知れないですメイクはももかちゃんに聞いてくださいって感じです。あ、ピアスはしてないですしてないです。お話し会来れなかった、悲しい。またいつかご縁があればお願いします。お題がいいもん、全然そんなことはないんです、本当に。ももかちゃんはメイクうまいです。ももかちゃんっていうか、なんかね、似合わせはみんなメイクうまいです。ももかがよくこれいいよってなんかメンバーに言ってるイメージがあります。染めるなら何だろう、今黒でいいかもしれないです。あ、そう、ゆうがぴょんにメイク教えてもらいました。だけどなんかあの時緊張しすぎてなんかあんまり覚えてないあんまり覚えてないんですよね。ちゃんと聞いたんですよ、なんかこれでみたいな。でもなんかビューラーを買うってことだけを頑張って覚えてたらなんか全部いろいろ吹っ飛んじゃった。よかぴょん、なんかぴょんとかツーンとかそういう勝手にあだ名つけちゃいますね。なんかももかツーンとかまいツーンとか。ももかツーンはいたことないかもゆかぴょん、ゆかツーン、ゆかぴょん。メイクなるない3つ。あ、ツンじゃないんですよ、ツアンなんです。ツアン、カタカナで、あ、そうです、カタカナでツアン、ツアン。そう、友達とかツアンアットマークで送られてくるツイート見てますよ。なんかたまにっていうか、YouTube でそのニアジョイをこう見るんですけど、名字は大志田って読みます。そのニアジョイの YouTube とかこう見てるとなんかおすすめで流れてくるんですよ、なんか関連の YouTube みたいなのが。でそれでなんか大志田美月ちゃんの沼の魅力について語ってみたみたいな動画が流れてきたので見たんですねそしたらすごい嬉しかったんですけど、なんかももかちゃんとかゆうかちゃんは彼女にしたい可愛さって紹介されてて、あ、私ついに来たみたいなのが見てたら、なんか彼女の手前、彼女になる手前の可愛さみたいな、なんかめちゃくちゃ独特な表現をされてて、めちゃくちゃツボでご連絡がさせていただきましたありがとうございます。すごく面白かったですなんかめちゃくちゃ彼女の手前の表現がなんか自分でも分かるって言ったらそれはそれでなんかあれなんですけど、なんかちょっとその解釈は分かるかもって思
そう。びっくりしました。なんかその彼女にしたい可愛さ、彼女にしたい可愛さってきたから、なんか彼女、あ、私も彼女にしたいのかなみたいな思ったんですけど、あの彼女の手前、はあはあなるほどってなりましたね。なんかすごく面白い紹介をされていて、あの面白かったです。あのありがとうございました。あの取り上げてくださって、あの大志田手前みつき面白かったですね。なんか、あ、分かるかもってなりました。分かる。なんか私も自分がファンでも、あのこの子は彼女っぽい、あ、そう、幼馴染かな。なんかでも私も自分がファンだったら、なんか確かに美月ちゃんは彼女っぽいかって言ったら、確かになんか幼馴染枠か、確かに彼女の一歩手前みたいな、ね、面白いですよね。え、でもなんか言われたんですよね。なんか高1ぐらいの時もなんか美月とは友達以上恋人未満に属するよねって、あの募金の子に言われました。あの前回のショールームを見てくださった方は多分わかるかなって思うんですけど、その1000円で100円のプロ野球チップスを買ってお釣りを全部募金箱に入れる子に、あの確かに美月はあの友達以上恋人未満の関係で、あの思いたいみたいな、右目なんかついてるよ、え、あ、ほくろです。ごめんなさい、ほくろです、泣きぼくろです。え、右目になんかついてます？え、何ですか？何ついてたんだろう。え、なんで前髪につい、何が？白いなんかがついてた。あ、ごめんなさい。白いのは絶対あのほくろじゃないっす。よかったです。ありがとうございます。これほこりかな。青のり。青のり。うん、ほくろじゃないっすね。そう、もうなんか本当にね、メガネの子本当に面白い。なんかいつも寝る前にその思い出しちゃうんです。なんかメガネの子の面白い。なんでこれじゃん。あ、でも聞いてください。あの奇跡だと思ったんですけど、そのあ、私あのお友達がいるんですけど、あ、お友達がいるんですけど、そのメガネの子でもあの募金の子でもないお友達がこの前 LINE をしてきて、あの聞いてって言われたから何って送ったんですけど、そしたら動画が送られてきて、そしてなんかその動画がなんか壊されたバキバキのメガネの動画が送られてきて、本当にえみたいな、なんかこれは一体どうしたんだって送ったら、なんか犬、最近飼い始めた犬にあのフレームとガラスを食いちぎられたらしくて、なんかもうそんなことあるみたいな。面白かったです。新しいメガネ買いに行ってましたね。なんかその友達の犬、私も会ったことあるんですけど、なんか確かにおてんばの子で、なんかその子が頼んだ世界史の漫画じゃない、教科書、参考書、世界史の参考書を一日でベリベリに破られたっていう、もうなんか
最高すぎるだろ。あ、本当に最近友達コレクションにハマってます、私。友達コレクションにハマってるんです。あの、私 TikTok をよく見るんですけど、なんかあの友達コレクションでなんか歌作れるやつ、わかりますか？あの、勝手に自分であれ友達コレクションで、あの、自分であの歌を勝手に作れるやつにハマってます。うん、私の周りみんな友達コレクション、ともこれ歌詞変えれるやつ本当に面白くて、なんかもうずっと見てます最近。ハッシュタグ友達コレクションでこう見漁ってます。うん、歌詞変えれるやつ、え、なんか多分私も作ってたんですよね。なんか一番面白かったのがなんだっけ、明日入学式ラーメン食べたいな。なんか明日入学式っていうワードが入ってる動画がめちゃくちゃ面白くて、なんかいつもその動画を見て笑ってます。え、私も多分なんかやってて作ってて見たいんですけど、もう私の 3DS が壊れてて、なんか充電器を差しっぱなしにしないとなんかすぐ落ちちゃうんですね。でも、もう充電器の接続も悪くて落ちちゃうんです、すぐ。え、ね、なんで明日入学式ラーメン食べたい。面白い、本当になんでこんなに面白いんでしょうね、世界って、はあ、うん。でもバッテリーがなくなりになってるんです。私あれも言ってました、おしゃれファッションときめきガールみたいな、なんだろう、おしゃれファッションときめきガール、あ、そう、なんかこの前電車に乗ってたら目の前になんかアイナナとアンスタのバッグを持ってる方がいらっしゃって、凝視してしまいましたね。あ、こんばんは、フル。あ、ガールズモード、わがままファッション、ガールズモード、懐かしい、本当に懐かしい。あと何やってたんだろう、なんか言ってたんですよね。凝視してしまいました、こんばんは。見てください、ぜひ。明日入、なんか TikTok で友達コレクションで探すとなんか出てきますので、いろいろ見てみてください。虫キング、なんか聞いたことあるようなないような、真面目な場面でゲラったりしないの？あ、ゲラりましたね。どう盛り当てました、なんだっけな、なんかめちゃくちゃ積もったんですよね、なんかで、そのニヤリイコールジョイのポーズがニヤリイコールジョイですみたいなのをなんか30分ぐらい盛りました。15分ぐらいかけてこう作ったんですね、みんなで作ったっていうか、振付師の方が考えてくださったものをこう元にやりやすいようにこう考えたんですよ。ニヤリイコールじゃん、その時に流れなんか何だったかな、なんかなんか忘れた、もうなんか記憶ないぐらい、なん
か気失っちゃうんじゃないかってぐらい笑っちゃうので、本当に何で笑ったかとか本当にダチョウ並みにすぐ忘れちゃうんですけど、なんか面白かった。なんかレノに聞いてください。何で笑ったか覚えてないので。はじめましてレノンの絵見たことありますよ。さっきもなんかスクショしました、ジュリーと名高の絵。え、いやなんかしょうもないことが本当に面白いんですよね。あ、ニワトリ？え、ダチョウじゃないんですか？ダチョウ？あれ？ダチョウは2秒で忘れちゃうんですよね、確か。思い出そうとしてそれ、思い出。ダチョウ並みに忘れちゃう。今日もなんかで笑ったんですけど、忘れちゃいました。なんかいつもレッスンをしてくださるダンスの先生に、あ、ダメだ、またみつきちゃんが笑っちゃったよって言われます。本当になんか一番笑ったのは、ね、レノに伝わったら怒られちゃうかもしれないんですけど、なんかニヤリイコールジョイを練習してるときに、なんかコナーが前にいなきゃいけないのに、なぜかレノンが棒立ちなんかレノンがコナーの前になんか棒立ちでこう立っててなんか私もなんかこう後ろ振り向いて振り付けした時になんかコナーがいなくてなんかあれってなっちゃいました。何度目だと分かんない、分かんないです。こんばんは、こんばんは。あ、面白いレノンスリープもなんか本当になんか本当に振り付けをすることもなく、ただこうやってポーって歌っててなんでそこにいんのってなっちゃいました。はあ、面白い。疲れた、笑いすぎて、なんかもう笑いすぎてここ一回ピクピクしたことありますね。なんだっけ。思い出し笑い、もうなんかでも思い出すきっかけをくれないと何も思い出せないからどうすればいいって感じです。エスミスリップレノン、本当に本当に最初の方なんか美月ちゃんは冷静だねって書かれてたんですけど、どこがってなってました。でも冷静キャラで生きるならまあ冷静でいこうかなみたいな。手に書いてましたね。でも美月ちゃんは冷静だって書かれてた記憶があるんですけど、あれあ、そう、なんか美月ちゃんはなんかクールだねみたいな。あ、その話し方が落ち着いてるみたいな。ジュギーの面白い話、ジュギーなんか面白い話しか出てこないんです。でもなんか本当に私は記憶がないので、なんかエピソード話してって言われても、ちょっと待ってくださいって言わないと出てこなくて、なんだっけ、なんか今日もジュギーで笑ったんですけど、大抵ジュギーで笑ってるんですけど、一日なんだっけ。でも本当にジュリーのもうズーヤッ、もうズーヤッっていう、ズーヤッってフレーズが私のツボですね。なんかこれなんか誰にも伝わらないんですけど、なんかもうズーヤッ、もうズー嫌いになっちゃうみたいなことを冗談で言ってくるんですけど、可愛いですね。ネタ帳か、レノン、ジュリーがツボなんだね。でもみんなツボですよ。アリスとかめっちゃツボです私。かわいい、アリス。アリちゃん、やっています。
なんかありてんのポーズがこのこれじゃないですか、なんでこれなのって聞いたら、私本当に分かんなくて、なんでこれなのって聞いたら、なんかありはでんでん、今日もでんでん、働いているでんでんのあっちのありだったらしくて、なんかそこ行くんだと思って、ちょっとつぼってましたね。まあ、でも確かにって、ありさんかと思ってずっとなんか最年少だから、なんか何だっけ、なんか電波が飛ばしてるのかなみたいな思ってたら、アリさんでしたね。うん、アリスかわいい。うん、アリのアリでした。うん、電波キャラ。そう、アリスから Wi-Fi が飛んでる。あ、ハート100ありがとうございます。うん、初知り情報。アリのアリだそうです。うん、ありてんって言います。あとウィンク2回も面白かったですね。みちゅのポーズないです。うん、一家に一台欲しいですね。マイナスイオン出てると思います。ウィンク2回、なんかウィンク2回、あと何で笑ったかな、なんか最近何で笑ったんでしょう、誰か教えてください。何で笑ったか、でも本当に人がなんかつまずくだけで面白い、なんかそういう年頃なんですよね。うん、ボキンちゃんの話もっと聞きたい。ボキンちゃんのお話いっぱいありますよ。なんかね、本当に面白くてですね、ウィンクできます。ボキンちゃん本当に面白いですね。はい、あ、なんだっけな、ボキンちゃんと一緒になんか一時期めちゃくちゃ流行った、なんか去年の夏ぐらいに流行ったシャボン玉でエモい写真が撮れるよみたいな、流行ったじゃないですか。わかりますかね、シャボン玉でちょっとなんかあるじゃないですか。私は本当に写真のセンスがないのに、ボキンちゃんも写真のセンスがゼロで、私よりはあるんですけど、写真のセンスがゼロでですね、頑張ってシャボン玉でこう映えようと夜の公園で頑張っていたんですけど、なんかうまくできなくて、結局なんか2人ともはぁってなんかもう切れちゃってなんか切れてしまって、なんかその後無言で肉まんを二人で買って、無言で駅まで歩きました。もうなんか切れちゃいました。ボキンちゃんは私のお友達です。うん、しかもなんで無言で肉まん食べてました。萌えかちゃんとは本当になんか見てる漫画とか好きなものが一緒で、萌えかちゃんと私は一緒にアニメイトに行こうねって言ってるんですけど、まだ行けてないです。うん、アンマンだったら大丈夫だったのかもしれないです。ボキンちゃん面白いですね。ボキンちゃん、もうなんかもうここまで来ると身内ネタしかなんか出てこなくて伝わらんです。あ、ピザはわかります、この前食べました。いや、行ったらすぐお話ししますね。ああ、ボキンちゃんの由来は
そのお釣りをもらったお釣りを全部コンビニの募金とかに入れちゃうのが募金ちゃんです。なんで募金ちゃんの話したんでしょう。あ、プロ野球チップスの話から始めたんですよね。あ、お、危ない危ない危ない、ね、ドキンちゃんみたい。あ、授業中に出ててビクッなやつめっちゃ好きですね。なんか隣の人、あのコロナだったからなんか隣の席の人がいなくて、なんか教室中を見渡せるんですね。こう隣の人がいないから快適にこうどこまででも見れるんですけど、寝てる人を見つけたらこうロックオンして、あの見てるとなんかたまにこう、うんってなるじゃないですか。あれでめっちゃ笑ってます。あれ恥ずかしいですよね。私もなります。あとなんか私もなんですけど、授業中にその人のお腹が鳴ると、あの耐えかねってうんってなっちゃいます。あ、電車でビクは私もありますね。でも知らない人だと別にそんなに、あ、はじめまして、うわ MV 見てくださってありがとうございます、ぬふってなっちゃいます。コノアみたいぬふって。え、何の話してたんですか。あ、お腹鳴らしちゃう。あ、違う、知らない人の話。あ、そう、知らない人だったら別に何もないんですけど、知ってる人だとなんか余計なんか面白いなってなっちゃうんですよね。いびきかいてる人、そんな人見たことないです。なあ、サンゴかわいい、ありがとうございます。竹ぽさん、ありがとうございます。身内だから面白いんですよね。うん、葵ちゃん天然だから、葵ちゃん面白いな。でも葵ちゃんはなんだろうな、なんかあんまり行動でツボをついてくるんじゃなくて言動でツボをついてきますね。うん、レナンとかジュリーはなんか言な、わかんない。葵ちゃんはワードセンスがツボにはまりますね。いびきで先生に返事した人、あでもなんか修学旅行にめっちゃ寝言を言ってる人いて面白かったんですけど、なんか寝言に返事しちゃいけないって言うじゃないですか、言うじゃないですか。でも私寝言に返事してしまってめちゃめちゃピクピクしてました次の日。修学旅行は日本のどこかです。うん、なんか寝言に返事しちゃ、返事するとなんかダメって言いません？どんな寝言言ってたんだっけな。なんか電気消していいみたいなでなんかもういいよって言ったんですね。私いいよって何したらなんか返事が返ってこないし電気も消さないので、えって思ってこう見たら寝てるんです、普通にえ、ね、私も一回なんか寝言言ってたらしいです。お母さんとまだ一緒に寝てた時期になんかお腹すいたって言ったらしいです。でお母さんもなんか食べるって言ったらしいんですけど、あ、ラジコ登録してない、やばい、しないと、ありがとうございますうん、リアルですよね。多分相当お腹空いてたんでしょうね。寝言言うメンバー、わかんないです、まだ出会ったことないです。あ、ありがとうございます。チンアナゴとハート、ありがとうございます。ラジコ、ラジコはあれですよ、ヒアジョイのあのラジオアイニュースさんのあれを聞きます。寝相めっちゃいいですよ私。あ、半目で寝るメンバーはあの私です。なんか寝てる時にあの目閉じれないんですよね、なんかなぜか、なんででしょうね。お父さんにいつも写真撮られてました。あ、メンバーの寝顔フォルダ、あの今日
あいみちゃん、小沢あいみちゃんの寝顔をゲットしました。寝顔をこう可愛いなと思って撮った瞬間に起きちゃって、はっ、すぐ隠しました。うん、なんかいつもなんか微妙に閉じてないんですよね。うん、なんか微妙口開けて口は開かないです。うん、なんかハムの写真撮られてます、いつも。なんか、あ、チンアナゴありがとうございます、かわいい。ユーカピヨン、あ、でもなんかモモカがフェス終わりの私の寝ているところを動画に収めていましたね。へえ、若い子、なんかちっちゃい頃から目が閉じなくて、なんでだろう、一生の謎です。どこでも寝れるタイプ、限界まで疲れていたらどこでも寝れます。あと10分、眩しさは感じるの？いや、全く感じないです。目も乾かないですね。みっちゃんの友達は他におもれくる？いっぱいいますよ。なんか創作ダンスとかしてると、なんかダンスめっちゃ面白い子とか。扇風機治ったんですかね。扇風機の音聞こえますか？ドライアイです。でも寝てると別に、寝てたらなんか半目でも目は一応閉じてるので、乾かないです。あ、なんだっけこれ、お年ごありがとうございます。視力めちゃくちゃ悪いです。創作ダンス、すごい、私創作はできないんですか。音聞こえます。あ、よかったです。起きた時に乾いてる友達なんかいつも踊ってましたね。なんか鏡が、私の学校でかくて、あ、鏡じゃない、窓だ、窓がでかくて、窓がすごい鏡みたいに反射するのでいつもなんか変な気持ち悪い動きを誰が一番キモくできるかみたいな選手権をやってました。そう、みんな友達コレクション、コレクションじゃないですけど、友達ベースフレンズ、ちょっと私強いです、私は強いです。特技は何やるの？そのすぐにオリジナルの動きをできます。なんかさっきレノンがなんかザコシショウさんのなんかタイガージャンプ、なんか私がうまそうみたいな、なんか言って、なんか何を言ってんのと思いましたね。あ、やべ、あ、やべ、やばい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 、なんかスマホ落としちゃった。何言ってましたよね、レノン。何を期待しているんだろうこの人はって思いましたできないよと思って、タイガーステップか。レノンちゃんやばいしかない、でもやばい、もう眠い、もう眠いしか言わないです。練習しよう。どれをどれをですか、タイガーステップですか。あ、泣けた絶対上手くないです、眠いやばい眠い。あ、ゆうかちゃんがツイートした、かわいい、タイガーセップ、やらないです、レノンとキャサピラやらないです、タイガーステップもやらないですあ、関西弁出ないで、レノン、え、うまいじゃないですか知らない投げやりえ、うまいじゃないですかとか言って、あと6分、チワワ、チワワ、なんか犬の種類って書けないです、犬は犬でしか書けない。うん、メンバーで変な動き選手権、レノン強そうだな、
わ、スイカありがとうございます。お笑い、うん、一人じゃ見ないけど、なんか友達とか家族と一緒なら見ます。お絵描きショールーム、気が向いたらやります。全部気が向いたらねえ。またチンアナゴありがとうございます。レノンの絵はスポンジボブ。気が向いたら気が向いたらします。ええー、お仕事頑張ってください。私の絵はなんかジョイドン、いつかいつぞやのジョイドンで見れます。確か何描いたんだろう、なんかなんだっけ、何描いたんでしたっけ、私何描いたんだっけ、ダチョウ、ダチョウでしたっけ、なんだっけ、エミュー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 を描きました。エミューとなんかモミジ、モミジまんじゅう、あ、そうだ、モミジまんじゅうとエミューを描きました。ポケモン描けばよかった。あ、でもポケモンにしたらうんちゅう、うんになっちゃう。うん、あー、ヒトデさんありがとうございます。ヒトデさん名前みたいになっちゃった。エミュー、エミューですよ、どう考えてもエミューです。エミュー以外ありえないってぐらいエミューです。うん、まあギフトありがとうございます。ダチョウとかエミューが好きなの、あ、全く、あの、私鳥類好きじゃない、苦手なんですけど、なんか鳥類だけはしてますね。なんかフラミンゴめっちゃ好きな時期ありました。なんか筆箱がフラミンゴだった時期があります。お寿司も書いてた、あ、お寿司も書いてましたね。うん、苦手なんですよね。うん、水族館です、水族館行きます。なんでフラメンゴ、え、フラメンゴ可愛くないですか。うん、あとゆうかちゃんもハト嫌いで、この前あのゆうかちゃんとあのお出かけしたんですけど、なんかそのところハトがめちゃくちゃ多いスポットで、なんかお店に並んでたんですけど、ハトが寄ってきて、そこになんかハトのなんかめっちゃボスみたいなやつがいて、なんかあの結局買えなかったです、そこのお店で。なんか逃げちゃって列から外れて、なんかもう やめとこうって。でなんかそこのスポットがなんか低空飛行のハトが多くて、もうなんか死ぬかと思いました。え、そのハトが割り込んできて、なんかそのハトのボスがなんか見るからに、あ、こいつがボスなんだって分かるぐらい、もう、まあ、なんか巨大でした。ハトが攻撃してくるんですよね。うん、好きない。ハト、あ、フラミンゴも鳥なんですけどね。なんかでもフラミンゴは生で見たことない、現物で見たことないので、なんかいけます、多分現物を見にしたらいけないです。本当にフラミンゴ集めてて、なんかフラミンゴの筆箱になんかフラミンゴのペンにフラミンゴのメモ帳を使ってて、はい、ニワトリ、うん、無理です。ドフラミンゴ、そう、何もしてこない、もう分かってるんですけど、あと1分。え、なんか私いつも締めの言葉言ってるんですけど、なんかラグが私が思ってるよりあって、なんかこの前なんかぶつ切りになっちゃいましたみたいなコメントがいっぱい来て、なんかもう本当に申し訳ないって感じです。30秒ぐらいあるんですか。フラミンゴポーズって何ですか、何ですかフラミンゴポーズ。いつもぶつ切り、知らなかったです、ごめんなさい。なんかもう締めの言葉言ってすぐにバイバーイ、ありがとうございました、ぶっつって切るから、あ、ダメなんですね。うん、え、今何分だ、
パスワード忘れてる。あと10秒しかない。ああ、これも私が今から言う言葉って絶対あれですよね。皆さんに行かないですよね。ごめんなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。